ちさ、自分でさ、あんまり客観的に自分のことよくわかんなくてさ。うち自分がさ、ホロライブのメンバーの中でどれぐらいの位置にいるというか、どれぐらいの速さなのかとか全然わかんなくて。予選とか始まる前とかね。強いのかわかんなかったの、自分が。だからすごい不安で、自分がどれぐらい走れなのかみたいな。わかんなくてさ。で、だからなんか、回線落ちしても、回線落ちしたのは悔しかったけど、回線落ちてなければ強敗いけるとかあんまり考えてなくて。で、それで、あんまり強敗いけるとか、あそこや、ああだったら強敗いってたなとかあんまり考えられなくて、ただただ回線落ちが悲しかったっていうだけだったんだけど、終わった後に、あ、終わったなと思って、でも雑魚敗1位取れてよかったなって、なんか思ってたんだけど、おかゆがチャットを、おかゆとチャットしたのよ、ちょっと。優勝おめでとうみたいなのとか、あと、ま、別件で。したら、なんかおかゆが、なんかみおちゃんの配信見てたよって言ってくれてね、すごい上手だったから、配信落ちてなかったら、強敗いけてたと思うっておかゆが言ってくれてて、強い、優勝したおかゆにそんなこと言ってもらえて、うちもしかしたら、強敗いけてたんかなって思ったら、なんかその時初めて、なんかそれを意識したら、なんか涙出た。うん、それを意識したらなんか急に泣けてきたけど、でも一緒に来年強敗行こうねって約束した。そう。